英会話上級者になるための最速の方法とは英会話上級者が英語力を維持するのにおすすめの方法ってありますか1週間のセブへの短期留学ですっかり自信をつけた野村くん英語ネイティブの国へ行こうと早くも次の計画を立てている英会話上級者ってどんなレベル個人的な英会話上級者の定義がある。まずは 自分の意見をしっかりアピールできること日本語で頭の中にある主張を英会話の中で英語にしてきちんと表現できることが上級者これは必ずしもパーフェクトな英会話でなくてもよく80%程度でも日本人なら十分上級者と言えるまた込み入った話題で外国人とがっつり話せる必要もない さらにはネイティブとの日常英会話が普通にこなせるというのも上級者としてのポイント一方で同じアジア人であるフィリピン人など非ネイティブとの会話なら困らないというレベルは中上級者という位置づけで考えている英会話上級者に続く道英会話上達の方法はさまざまだがもしあなたが今まだ完全な初級者なら 中学英語の総復習ができる参考書を1冊買い12ヶ月かけ徹底して総復習することが上級者に向かう一歩になる実はこれだけで英会話の基礎が出来上がってしまうそして汎用フレーズ集や質の良い教材オンラインを使ってあなたが日常,日常会話でよく使いそうな定番フレーズをどんどん音読しながらインプットしていくさらに YouTube で海外ドラマなどを使いながらシャドーイングつまり話し入る人に続けて声を出す方法で発音を矯正していく最後にオンンライン英会話でのアウトプット。プッ特に上級者になるとフリートークも十分に役に立つ上英会話で重要なテンポの良い会話のキャッチボールの練習になるのでここで 積極的にガンガン覚えたものを実際の会話で使っていくこれらの習慣化して継続することでどんな人でも確実に上級者まで到達するちなみにインプットするフレーズを選ぶというところではモテ仲間にニュースレターで紹介している「英語ペラペラ君の中級編を上級者にもおすすめしている海外でもダウンロードができるのも便利 電動入りしている実力は伊達ではない、数少ない一流の教材の一つだ。英会話講師としてマレーシアに駐在するモテ仲間のコロさん。言わずもがな。上級シャベルの彼は、俺と同じ天然パーマに悩む男だが、なぜか今、デンマークのデザインを学びながら上海に住むことを計画している。